石巻河北商工会青年部部長、有限会社小松葬儀社専務取締役小松明です。本日、当会館オープンにあたりまして、全国の皆様方から熱いご支援ご協力をいただきまして誠にありがとうございました。被災前から葬祭業務を行っておりましたが、震災後廃業も考えた中、ようやく皆様方の支援のご協力がありまして、ここに当会館をオープンすることができました。この会館、被災前の道具を一部使ったりと、思い出を深く積み重ねた会館となっております。祭壇に飾られております天女につきましては、津波で流出した社屋から一部取り出して探した中に発見された天女であります。今回この祭壇を飾るにあたり、この天女を使い、地域住民に津波の恐ろしさと、そして頑張ってこれるために培った強い絆をですね、伝えるために飾らさせていただきました。これから地域住民の方々に安心と充実したサービスを提供できるように頑張っていきますので、これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。本日はありがとうございました。